はい、こんにちは。ですね、今日からっていうんでしょうかね、これ1本目なんですけど、ハウタをね、みんなに歌ってほしいなーって思う自分のこう思いを込めた曲っていうんですかね、そんなのを順番にこれからこう、1曲ずつ、1日1曲できればいいなと思うんですけど、やっていこうかなと思います。何にももう台本とか書くこととかも何にも決めてないので、ズタズタな MC ですけど、なんかこう思いをこう語りながら、で、ちょっとこう最後に歌ってみようかなって思ってます。何から始めようかななんて思ったんですけど、やっぱり切りのいいところでお正月のものから先にやろうかなと思います。で、こんなエピソードがありまして、僕はいつもね、正月の2日、元旦明けの、1月2日に引き初めってやるんですよ。皆さん書き初めとかしますよね。僕もこの三味線を引き初めするんですけど、三味線にね、一年の挨拶と、一年またこれからよろしくお願いしますっていうね、三味線に対するこう、なんでしょうね、思いを込めて、まず一回弾かしていただくんですが、その曲を決めてるんですよ、僕。でね、必ずやる曲っていうのが「梅と松任谷」っていうね、小唄とかから派生して、今ハウターでもよく歌ってるんですけど、梅と松任谷っていうね、本当にね、おめでたいっていうんですかね、正月らしい、曲なんです。歌詞もね、梅と松任谷若竹の手にて引かれて、しめ飾りならば、嘘じゃないぞえ本田わら。これ本田わらというか、穂田わらって言うんでしょうけどね、海老の腰とや千代までもともしらが、良い良い世の中良いところへ譲りはの、手もまあ明けましてはめでたい春じゃえって言ってね、もう本当にめでたいことばっかり書いてあるっていうね、ことなんですけども、梅と松任谷若竹のっていうのはもういわゆる下門松ですよね。要するに門松に、竹と、梅をね添えて、ね、そこにそのしめ縄をつけたって言ったような飾りのことを歌ってるんですよね。そしてこの「ほだわら」っていうね、歌の中では「ほんだわら」って歌うんですけど、「ほだわら」っていうのが、この「ほだわら」とか、そのエビですね、あと「譲り葉」っていうのも出てきますが、これは「蓬莱台」っていうものなんですけども、いわゆるお正月の飾り物ですよね。そういったものの、ことを歌ってると。それでこう「明けましてめでたい春じゃえ」って言ってね、「千代までもともしらが」とかね、本当に一年の幕開けにはもう本当に縁起のいいことしか歌ってないから最高の一曲ですよね。僕も大好きな曲なんです。なので、よくみんなにね覚えてもらって、ぜひねたくさんの人に歌ってもらいたいなっていうことで、流行る一曲目は「梅と松任谷」を、口が回っておりませんが、「梅と松任谷」を、やってみようかなと、思います。では聴いてみてください。「でもまあ」
げもしてはめでたい春じゃえ。いかがでしたでしょうか。まあね、珍しいっていうかね、あまりこう初春の方が有名なんですけどね、初春しようかなと思ったんですが、初春じゃなくて僕はまず引き止めで歌うこの梅と松で歌いたかったので、それをやってみました。次回初春かなんかやれればいいかなというふうに思ってます。それではまた、ノンカットでお送りいたします。ありがとうございました。それではまた。